はい、どうもめちゃめちゃです。本日私はですね、今成田空港の方にね、おりまして、本日ですねヒルトン成田さんの方にねこれから向かっていきたいなというふうに思います。到着ロビーの方からですねこれからバスのね乗り場の方に向かっていければなというふうに思います。まあね、成田空港夕方ですけど結構やっぱり空いてますね。向こうの ABCD の方に行くとねだいぶ人はね混んでますけどね。はい、ということでこれからバス乗り場の方に向かっていきたいと思います。はい、第2ターミナルがこちらの26番からヒルトン成田さんの、ね、バスが出ているという状況ですね。第1ターミナルは16番から、ね、出ている模様です。ちょっと待ちたいと思います。はい、ということでですね、無事に今チェックインがね、サクッと終わりまして、まずね、お部屋の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、それじゃあね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、本日はね、11階のお部屋の方にね、アサインいただきました。はい、こちらエレベーターホールで、1128の方にね、向かっていきたいと。はい、廊下もね非常に広いですね。はい、ということで本日はねこちらの1128ゴスとなっております。じゃあ早速入っていきたいと思います。はい、じゃあお部屋の方に入っていきたいと思います。はい、まあ本日はね一人での宿泊となりますので、まあ十分ね広いんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。もうね、だいぶ暗くなってしまいましたので、飛行機、はい。ちょっとね、見づらいんですけどね。もう空港とかはね、見ていただくことはできるという感じですね。ほぼ見えないんですね。はい。ということで、じゃあ早速ね、お部屋の方、見ていきたいなというふうに思います。はい。まず玄関ですけど、こちらね、エレベーターホール、はい、入っていただいて、右手のこちらですね。はい。で、こんな感じのね、扉となってまして、まあ結構ね、清潔感あって明るい感じでいいですね。はい。で、入っていただいて左手側に、収納スペースがね、このようにありまして、はい。バスローブであったりとか、アイロン台。そして足元の方には、スリッパなどがね、ございます。奥の方にはですね、シューブラシだったりとか、セキュリティボックス、セーフティボックスがね、はい、このようにございます。はい。まあ、電気はね、特段つきませんね。はい。ここら辺は空です。空です。はい。で、シューブラシと靴べらがね、このようにございます。そして入っていただいて、右手ですね。はい。水回りという感じです。洗面台、こういう感じのね、広い感じになってまして、はい。お手洗い、ウォシュレットがこのようにね、ございます。はい、洗面台ね、こういう感じになってまして、もうね、こちらもクラブツリー&イブリンが大きいボトルタイプになってますね。はい。そして歯ブラシとか、はい、いつものアメニティという感じです。そして、こちらのドライヤーが、イオニティだったと思うんですけど、ちょっと、ね、小さい感じですね。はい。まあ、こんなタイプのイオニティという感じになってます。はい。で、足元にはゴミ箱とタオル。はい。こんな感じになってますね。で、こちらがね、バスタブとなってます。まあ、洗濯物ね、干していただくロープなどがございまして、はい。上の方にはね、レインシャワーもございます。そしてハンドシャワーと、こういう感じですね。で、クラブツリー&イブリンが、こんな感じでね、置いてございます。バスタブ。まあ、結構広いんですけどね。は
はい。まあ、水回りこんな感じです。そしてこちらに拡大鏡がね、あったりします。はい。で、お部屋ですね。まあ、こんな感じになってまして、これはね、はい、漢字なんて書いてあるんでしょうね。本日はですね、まあ一番ね、コンパクトなお部屋を取らせていただいて、ボトムのお部屋で予約してたんですけど、クイーンデラックスルーム、ハイフロアというね、お部屋までアップグレードいただきました。もうこの上はね、ジュニアスイートっていう感じですね。で、こちら荷物を置いていただく台があって、テレビ、どうですか ?55 とか、なんかね、そのぐらいありそうな感じですか。結構大きいですね。で、リモコンがあって、引き出しからです。で、こちらね、冷蔵庫がありますけど、こちらもね、からです。はい。そして、はい。こちらがね、お部屋の室内着、浴衣がございます。で、この下が、からです。こちらも、からでございます。はい。で、お水とですね、これなんだろう。なんか、ちょっとしたお菓子っぽいですね。焼き菓子がございます。かわいいですね。はい。で、こちらがね、インターネットのLANケーブルがあって、電気ケトル、電話機と、まあ、ここのね、なんかデスクの感じがいいですね。はい。そして、こちらの方には、こういうね、お茶、ジャスミン、スミッキー、スミッキーって言うんですか?はい、リンゴとか、イングリッシュブリックファーストがございます。そして、グラス類ですね。で、こちらの方にも、コーヒーとか、紅茶。そして、奥にはね、お砂糖だったりとか、ミルクがございます。そして、アイスピールがございます。はい。まあ、ここのデスクは本当にね、使いやすそうでいいですね。で、こういったソファーがあって、ソファー、チェアって言ったらいいですかね。本日、クイーンサイズのベッドになってます。はい。まあ、十分な広さですね。はい。で、ベッド周りが時計と、はい、こういったね、読書灯があったりとか、温度の調整のコントローラーとかですね。はい。で、室内灯、足元灯のコントローラーがございます。という感じです。反対側も同じような感じですね。はい。読書灯があったりします。ただ、あれですね。コンセントがベッド周りには非常に少ない感じですか?ね。コンセントここら辺見当たりませんよね。そこだけが、この時計に USB-A がね、2箇所あるぐらいかなっていう感じですかね。はい。で、こちら。はい。ゲストサービス、ルームサービスのメニューだったりとかね。こういった冊子がございます。あとは常備灯っていう感じでしょうかね。はい。まあ、サクッとこんな感じでございますけど、まあ、十分なね、広さ。広く感じますよね。なんか30平米ちょっとぐらいしかないっていう感じなんですけど、なんかめちゃめちゃ広く感じます。本日はこちらの方にね、一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 29.17Mbps、アップロード、上りが 28.98Mbps となってまして、まあ、通常の利用だとね、全く問題ないレベルじゃないかなというふうに思いますし、こちらね、LANケーブルもありますので、ライブなんかもね、安定したライブをお届けできるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、本日はこちら、ヒルトンさんですけども、初めてね、ヒルトン成田さんの方にお邪魔させていただいております。結構ね、いいです。まあ、夜ね、遅くチェックインしましたんで、8時過ぎぐらいに、チェックインさせていただいて、動画撮ってたりしたら、もう8時40分ぐらいでですね、まあ、プールとかね、大浴場だったりとか、まあ、ディナーのレストランだったりとかもあるんですけど、まあ、大体ね、21時で終わってしまうので、またね、ゆっくり行きたいなっていう感じですね。はい。で、まあ、プレミアム Wi-Fi のね、パスワードをご案内いただいたりとか、まあ、ダイヤモンドの特典ということでですね、まあ、このように、はい、いただいております。プレミアム Wi-Fi が無料、朝食ビュッフェ無料、ヘルスクラブ入場無料、客室のアップグレード、ウェルカムドリンク、レイトチェックアウト、ミネラルウォーター2本無料、朝刊サービス、エクスプレスチェックアウトが利用できるといった感じでございます。で、こちらね、テラスのレストランだったりとかで利用していただくドリンクチケットもね、このようにいただいております。まあ一応ね、23年の4月30日まで利用できるので、今回の滞在じゃなくてもですね、また時期、
来る予定とかがあるんであれば、まあ、重ねてね、利用していただくこともできると、いったものとなっております。で、まあ、今日はですね、まあ、ボトムのね、お部屋から予約させていただいてたんですけども、多分3つぐらいカテゴリーアップグレードいただいたのかな？ 2 つか3つアップグレードいただいて、本日はクイーンデラックスルームハイフロアというお部屋の方にね、アサインいただいたという感じでございます。まあ、もう1個ね、上がるとジュニアスイートという感じですけど、まあ、十分ですよね。平米数確かね、35とか38とか、そのぐらいだったと思うんですけど、もっとね、広く感じる、感じでございます。まあ、とりあえずね、こういった、ウェルカムスイーツなんかもありますけど、もう腹ペコで、もうね、8時40分回ってるので、とりあえずね、まあ、セブンイレブンがね、最悪入ってますし、今回もね、千葉特クーポンでですね、4000円分のね、まあ1名ですけれども、4000円分のクーポンもいただいておりますので、まあ多分ね、セブンイレブンで使えると思いますから、余ってももったいないんでね、爆買いしていこうかなというふうに思いますんで、とりあえずね、ちょっと食料調達しに行きたいと思います。行ってまいります。はい、とりあえずね、もう21時回って腹ペコなので、ディナーはね、多分21時で終わりですから厳しいんですよ。ペティストリーショップとかセブンでね、ちょっと買い物していきたいなと思います。はい、ジャバカフェとかですね、ペティストリーショップね、こんな感じですけど、もうね、ほぼ何もない感じですね。はい、こちらの奥にはですね、結婚式場なんかもね、あるみたいですね。はい、とりあえずね、セブンイレブンで買い物してお部屋戻っていきたいと思います。はい、とりあえずセブンイレブンさんの方でですね、お弁当とおやつ、そして、はい、こういった飲み物をね、ゲットしてきました。セブンイレブンさんあってよかったです。助かりました。はい、ということでね、ちょっと軽く買ってきましたんで、いただいていきたいと思います。はい、っていう感じですね。食べ進めて、本日もですね、22時半からこちらからライブをね、お届けする予定でございます。こちらのね、アーカイブにつきましては、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもね、ご参照いただければなというふうに思います。ということで、これいただいてね、ライブをお届けして、ゆっくり今日は休んでいきたいなと思います。ということで、明日のね、また朝食楽しみなので、明日の朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。まあ、居心地ね、やっぱり非常にいいですね。はい。で、もうね、今、8時半回ったところで、もう間もなく9時、に迎えるところでございますが、今日は意外とですね、早く、空港の方に行かないといけないかなという感じで、12時ね、15分、フライトなんですけど、LCC って結構ね、時間に厳しいですし、通常のね、飛行機よりも、チェックインの締め切りだったり、搭乗の締め切りとかが早いので、初ジェットスターということもありますので、ちょっとゆとりを持ってね、早く行こうかなというふうに思います。ということで、これからね、朝食を食べに向かっていきたいなと思います。楽しみです。行ってまいります。はい、じゃあね、朝食会場がこちらでございます。シューマイとかですね、上海風フライヌードルとか肉じゃが、結構ね、種類が豊富ですね。魚のフライ、温野菜などがございます。はい、そしてご飯、カレーとかですね、そしてご飯のお供がございます。はい、フルーツやね、麺などもございます。そしてスクランブルエッグとかポテトとかコーンスープなどがございます。味噌汁ですね。はい、そしてね、こちらパンとかですね、ベーコンやソーセージ、オートミール、パンケーキなどもあります。ちょっとね、ソーセージが離れたところにあるんですね。はい、ここですね、カレーと、まあ、こんな感じでですね、持ってきました。ソーセージとかね、ちょっと離れてたんで、取り損ねてしまいましたけど、まあ、量的には、ね、十分かなと思いますんで、いただいていきたいと思います。はい、ということですね、いただいていきます。そんなね、時間もないので、サクッとね、いただいて、成田空港向かっていきたいと思います。あ、カレーうまい。具はね、結構少ないんですけど、味が結構しっかりしてます。この四角いね、お皿があるのがまたいいですね。魚のフライ、カリカリ。
麺とかですね。うん、中華風焼きそば。これがなんかオレンジのねサプリメントジュース。あ、うまい。はい、ということで食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。もうバタバタしてますけども、初めてね、ヒルトン成田さん訪れましたけれども、非常にね、落ち着くいい感じのホテルでございました。想像以上に良かったです。まあ残念なことにね、今回大浴場だったりとかプールのね、利用ができませんでしたので、まあ次回ね、それを叶えるべくですね、もう一回ね、レイ君とかも連れて来たいなというふうに思います。いや、良かったです。まあもうちょっとね、こなれてくれるといいんですけど、今回はこれで税差込みで1万3000円ぐらいなので、まあ通常のね、税差込みで1万円とか1万円切るぐらいとかだったら、もう言うことないかなと思いますけど、まあそんなね、贅沢なことは言いませんけども、リージョンペイでね、クーポンも4000円分いただきましたんでね、はい、また訪れたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速ね、これから成田空港向かっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。